すべて5銭の価値がある。紙幣とは、紙製の通貨のことである。1938年の富士桜50銭券紙幣には、政府の発行する、政府紙幣と銀行の発行する、銀行券があるが、特定地域だけで通用する、地域紙幣が発行されることもある。現在の多くの国では、中央銀行の発行する、銀行券が一般的であるが、シンガポールなど政府紙幣を発行している国もある。現在多くの先進国の中央銀行が完全な国家機関ではなく、民間企業の投資などでできていることから、中央銀行のあり方を疑問視する考え方が最近世界中で起きている。そのため、代替案としての政府紙幣、地域通貨なども再び脚光を浴び始めている。現在の日本では政府紙幣は存在しないが、日本銀行が開業するまでは、政府紙幣が発行されたほか、大正時代や昭和時代には、少額銀貨の代用としての1000単位の定額の政府紙幣が発行されたこともある。法令用語としての紙幣は、もっぱら政府紙幣を指し、銀行券は含まないが、日常用語としては、日本銀行券を指して、紙幣と呼ぶ。以下、特に断りのない限り、紙幣とは、政府紙幣ではなく、銀行券を意味するものとする。強制通用力を有する紙幣には次のような特質が認められる。世界初の紙幣である硬紙。本来貨幣は貴金属など普遍的な価値を持つ財貨そのものであり、昔から王侯がコインの鋳造権を独占して市場に流通させていた。これらの貴金属による貨幣は、運搬に不便であるだけでなく、摩耗による原価の問題もあったため、次第に貴金属との交換を保障された、債務証書に置き換わっていった。これが、紙幣の始まりと言える。紙幣に先立って、カルタゴにおいては、革製の通貨が普及していたとされる。ただし、カルタゴの滅亡とともに断絶し、また考古学的資料にも、乏しいことから、詳細は不明である。他、古代エジプトにおいても、倉庫への穀物の預かり証が、通貨の代わりとして使用されていたが、古代ローマの征服により断絶している。世界初の紙幣は、宋代に、鉄線の預かり証として発行された硬紙である。硬紙には、有効期限があり、期限前に新札との交換は可能だが、手数料がかかった。宋の後の元が発行した硬証は、当初から通貨として発行された初の紙幣となった。歴史上最大の紙幣は、明の宝証であり、サイズは縦338ミリ、横220ミリとなる。ストックホルム銀行圏ヨーロッパでは、民間の銀行が発行した金銀の預かり証である、金証手形が通貨として流通していたが、国家による承認を受けたものとしては1661年に、スウェーデンの民間銀行、ストックホルム銀行が発行したのが、銀行券としては、最初のものである。また、1694年にはイギリスで、イングランド銀行が設立され、同行の約束手形が発行された。同行の約束手形は当初手書きであったが、後に印刷に改められたことにより、交換手形として広く流通し始めた。イングランド銀行は1844年のピール銀行条例によってイギリス唯一の発券銀行とされた。近代になって金本位制が確立し、本位貨幣たる金貨や銀貨または銀行に保管する金地金等と交換ができる紙幣は打換紙幣と呼ばれ、券面にはそれらの記載があった。例えばアメリカではブルーシールの打換銀券とイエローシールの打換金券があった。日本の打換紙幣は最初は打換銀券であったが、1897年に金本位制が採用されてからは打換金券となった。紙幣が広く流通するためには、打換が保証されていることが重要であって、銀行など紙幣発行機関の信用が、その存立基盤を形成していた。すなわち特定の銀行に、成果の準備がないという流言が広まれば、途端に信用不安を引き起こし、取り付け騒ぎが起こって、銀行券が紙切れになる危険が生じたわけである。しかし、1929年の世界恐慌以降、財政、金融政策が困難になるなどの理由から各国で、金本位制を廃止し、管理通貨制度へ移行、多くの国の紙幣は、打艦紙幣から正貨との交換ができない、不換紙幣となった。普遍的な財貨である金銀との交換価値が、失われた紙幣は、時に政府による乱発や中央銀行による、国債大量引き受けなどで、ハイパーインフレーションを引き起こしたが、中央銀行による不断の通貨安定政策により、一定の信頼を得て、中心的な法貨として、国民生活に広く流通している。現在では、本位金貨、本位銀貨、金字金等と交換できる、打艦紙幣を発行している国家はなくなったが、ただ、中国語では、打艦の語は現在、両替の意味で使われている。日本での紙幣の始まりは、記録上は、建武記に記されている、後醍醐天皇が1334年に、代理造営資金確保のために発行されたとされる、貯幣であるが、現物は残っておらず、実際に発行されたかも疑問視されている。現存する最古の紙幣は、1623年に、伊勢国山田の商人が発行した山田浮である。江戸時代には各藩が財政難の打開策として藩札を発行した。最初の藩札は諸説あるが、越前国の福井藩が幕元を得て1661年に発行したものとされている。このほか、こうした古札類には藩以外に様々な発行元があったことが知られている。武家発行の札では、藩と同様に、地業地を有していた旗本が発行したものや、幕府、御三卿、奉行所や、代官所、藩家老が発行したものなどがある。さらに京、大和国を中心に、三宅、公家、寺社が発行したもの、各地の町や村が発行したもの、特に、宿場町が発行したもの、鉱山の経営者が、人夫の間で流通させたもの、商家や豪農などの個人が発行したものなどが知られている。なお、これらは打艦制が前提の規格化された一覧払い約束手形ともいうものである。また、強制流通力を有さない点などにおいて、藩を地方政府とみなさないという視点に立てば厳密な意味での貨幣と言い難いものがある。明治時代に入ると、戊辰戦争の戦費を呼び、殖産興業の資金として、不換紙幣である、大上貫札が発行された。当時、貨幣制度は未整備であり、大上貫札のほか、民部省、廃藩置県前の明治政府直轄地方組織である府、県、為替会社が、それぞれ、紙幣を発行し、混乱を極めた。1872年4月に、大蔵省が、大蔵卿の名において、明治通報を発行し、これらを順次交換、回収し、統合した。明治通報はより精度の高い改造紙幣と交換され、並行して銀行制度が整備されると、政府紙幣は銀行券にその地位を譲り、1899年に廃止された。ただし、例外的なものとして、戦争において占領地で使われた、軍用種苗などがある。西南戦争において、西郷軍が発行した、西郷札も軍票に含まれるであろう。1873年には、国立銀行条例により、第一国立銀行が設立され、その後も153の国立銀行が、次々と開業してそれぞれ銀行券を発行した。当初は、打艦銀行券であったが後に不換となり、やがて1882年の日本銀行設立と同時に銀行券の発行が日銀独占のものとなり、インフレーションの根源であった政府紙幣と国立銀行券は次第に市場から回収された。1897年には貨幣法により金本位制が採用されたが、1932年の金輸出禁止以後、金打艦も停止され、管理通貨制度に移行した。第二次世界大戦後、金融緊急措置令により6種類の紙幣が発行された。これを A 券と呼び、以後、B 券、C 券、D 券が発行された。2000年7月19日には、数十年ぶりの新額面であり、また当時の最新偽造防止技術を導入した2000円券が D 券として発行された。この偽造防止技術には、後期の E 券にも受け継がれているが、2000円券そのものはあまり流通しないまま現在に至っている。2004年11月1日には、20年ぶりに新しいデザインの1万円券、5000円券、1000円券が日本銀行券 E 券として発行された。2019年4月9日に F5 券となる1万円券、5000円券、1000円券のデザインが発表された。また、2024年度上半期をめどに発行が開始される予定。額面200リーブルのアッシニア政府紙幣と銀行券はどちらも強制通用力がある方貨であるという点で混同されることが多いが、本質的に異なる性質を持つものである。前者は政府が財政赤字を補填する目的で発行されるのが一般的であり、裏付けは政府の信用のみであって、その発行額は政府の負債にならないのに対し、後者は中央銀行による金融市場取引において発行され、裏付けは対価である中央銀行保有の金融資産に対する信頼であり、その発行は中央銀行の負債勘定に計上される。銀行券とは銀行によって発行された、期日のない約束手形のようなものと見ることもできる。政府紙幣は、歴史上、フランスのアッシニア、アメリカのグリーンバックス、明治政府の太政官札など様々なものがあり、成果準備を要しないなど俯瞰紙幣であることが多かった。政府が恣意的に発行できる政府紙幣は供給が過剰になりがちであり、過去に幾度も貨幣価値下落=インフレを引き起こしてきた。近現代の資本主義社会においては、紙幣の発行権は中央銀行に集中せられ、政府から高い独立性を保って、物価の安定を目的とした様々な通貨政策を行うようになっている。一方で、銀行券は本来、銀行が準備した成果を根拠として発行された一覧払いの約束手形であり、銀行が手形を割り引いたり、債券を購入する代金として支払われ、償還期間を経て銀行に還流した。当初は民間の銀行がそれぞれ各自に銀行券を発行していたが、銀行間の信用格差による経済不安などがあり、次第に一行、または数行に集約されるようになってきた。それが中央銀行である。1930年代以降は金打間が停止された管理通貨制度へと移行していくが、その過程では政府の赤字国債を中央銀行が直接引き受けることによって裏付けのない銀行券が大量に発行され、悪性インフレを引き起こすなどの弊害も見られた。赤字国債の直接引き受けは事実上、政府紙幣と変わりなく、日本では戦争直後のインフレを反省して、財政法第5条によって禁止されている。銀行券の発行量については19世紀の昔から、成果保有量によって厳しく規制すべきという、通貨主義と成果に関わらず自由に発券できるべきとする、銀行主義の対立があった。日本では1942年公布の旧日本銀行法で日銀券の発行限度額は大蔵大臣により決定せられ、必要に応じて限外発行が認められることとなっており、金地金、国債、手形などによる同額の発行保証を保有することとなっていたが、1998年の改正日銀法によってそれらの規制も撤廃され、日銀券の発行総量は日本銀行の裁量に委ねられることとなった。一方で2001年の量的緩和に伴い、日銀の国債保有残高は日銀券発行残高を超えてはならないとする日銀券ルールも明文化され、マネタリーベースの増大に歯止めをかけていたが、2013年4月、量的、質的金融緩和の導入に伴い、そのルールも一時停止が決定した。紙幣には偽造を防止するための様々な技術が用いられている。偽造防止のため UV 不可視印刷が施された紙幣世界的に見て、紙幣の製造、印刷は専門の事業者に依頼するのが通例で、日本のように用紙の製造から印刷まで官営で行う国はむしろ例外に属する。本来共産圏では生産手段はすべて国有であるが、中国では紙幣の製造印刷は中国人民銀行傘下の専門事業者中国紙幣印刷、造幣公使に委託している。アメリカ合衆国も印刷こそ連邦政府官営であるが、用紙の調達は一民間企業である、マサチューセッツ州ダルトン市のクレーン社に委託している。著名な紙幣印刷事業者としては、イギリスのデラルー社、アメリカ合衆国のアメリカンバンクノート社などがある。金融機関などでは、紙幣がかさばらないように、帯封で束ねて札束にして整える。犯罪者に現金を要求された場合は、最初の1枚だけ本物であとは、新聞紙を重ねて札束に見せかける偽装を行うこともある。今日では、資金洗浄というと、全く別の意味で使われるが、第一次世界大戦前のアメリカ合衆国では、紙幣の製造コストが高くついたため、あえて新札を発行せず、古くなった紙幣を市中から回収し、水洗いして、再び市中に流す紙幣洗浄を行っていたことがある。しかし洗浄後紙質の手触りが大幅に変わったため、市民から贋札ではないかと持ち込まれる例が多かった。その後第一次大戦が勃発し紙幣に用いる紙の質が低下し、水洗に耐えられなくなったので中止に至る。ビニオンズホース州に展示されていた100枚の1万ドル。紙幣アメリカ合衆国ではかつて500ドル、1000ドル、5000ドル、1万ドル、10万ドルの高額紙幣が発行されていた。このうち10万ドル紙幣は金証券であり、流通用紙幣ではなく、もっぱら連邦準備銀行と連邦政府との間の決済にのみ用いられ、一般市民が合法的に所持できる機会はなかった。一方500ドルから1万ドルまでの紙幣は連邦準備紙幣としても発行され、これらは法的には有効な紙幣であるが、発行は1945年が最後で、1969年には流通停止になっている。数百枚しか発行されていなかった1万ドル紙幣のうち100枚はラスベガスの老舗カジノビニオンズホース州が実質的な価値として世界最高額の紙幣と言われている。また、流通する可能性のある紙幣としては、スウェーデンにも1万クローナの高額紙幣があった。さらに、現在広く流通しているという意味では、500ユーロ紙幣やスイスの1000フラン紙幣が高額紙幣の代表として挙げられる。これらの紙幣は、シンガポールの1万ドル紙幣のように、事実上一般人が手にすることのない紙幣と異なり、旅行者も普通に手にできるものである。2016年11月8日午後8時、インドのモディ首相は、4時間後に500ルピーと1000ルピーを廃止することを発表。翌日からは、金融機関に紙幣交換を求める人々が殺到し、市中が一時的に混乱した。2種類の高額紙幣廃止は、偽造紙幣の流通防止、所得隠しや脱税防止などを目的としたもので、翌年、モディ首相は記者会見で紙幣廃止に触れ、銀行システムに決して戻らなかった3兆ルピーが紙幣廃止で戻ってきたと自己評価した。日本でも1990年代の一時期に5万円札や10万円札といった高額紙幣を発行すべきとの議論が、政財界から上がったことがあるが、犯罪対策の問題や、クレジットカード、電子マネーなどの電子決済の普及もあり、今日では、そのような議論は沈静化している。世界史上、インフレ高額紙幣が初見されるのは、第一次世界大戦敗戦後のバイマル共和制下のドイツである。この頃乱発されたマルク紙幣は一括りに、パピエルマルクと通称され、その最高額面は100兆マルク紙幣である。1946年にハンガリーで印刷された10外ペンゲー紙幣が発行はされていないが、印刷された紙幣では歴史上最高額面紙幣である。発行された紙幣としては1外ペンゲー紙幣が最高である。2009年現在有効な最高額面の紙幣は、アフリカ南部のジンバブエ共和国が2009年1月中旬から2月初頭にかけて発行を行っていた10兆ジンバブエドル紙幣である。2009年2月1日時点での実質的な貨幣価値は日本円で約220円程度である。経済が崩壊状態となり、年間インフレ率が2億3100万%という世界最悪のインフレが続いている同国では、2008年5月から、桁数が億ドル単位の超高額面紙幣の発行が開始され、2008年7月には当時としては、同国史上最高額面の紙幣となる1000億ドル紙幣が登場した。その後、1000億ドル紙幣の発行開始からわずか2週間後の2008年8月に、デノミネーションが実施され、桁数を10桁切り下げた新紙幣の流通が始まったため、9000億ドル紙幣も2008年12月をもって失効した。しかし、デノミネーションが実施された後もハイパーインフレは全く収まらず、新紙幣でも10兆ドル紙幣や500億ドル紙幣などといった超高額面紙幣の発行が繰り返されたため、10兆ドル紙幣の発行開始から約2週間後の2009年2月2日に、再びデノミネーションが実施され、桁数を12桁切り下げた、新紙幣の発行が開始された。なお、10兆ドル紙幣の発行開始と同時に100兆ドル紙幣や50兆ドル紙幣なども印刷され、政府系新聞などで見本が公表されていたが、デノミネーションの再実施が行われたため、これらの紙幣が一般に流通することはなかった。ジンバブエ以外ではトルコ共和国中央銀行が2001年に発行した2000万トルコリラが現在有効な高額面紙幣の例として挙げられる。しかしトルコでは2005年1月1日に100万分の1デノミネーションが実施されトルコリラは6桁切り下げられた。新しい通貨を新トルコリラと旧トルコリラと区別される。それに伴い時期を同じくして新トルコリラ紙幣が発行された。旧トルコリラ紙幣は2015年末まで有効、かつ新紙幣に引き換え可能であるが、市中での流通は停止されている。なお、その後新トルコリラは再びトルコリラに名称を服している。1989年から2001年まで使われた10ドイツマルク紙幣には、ガウスの肖像画が、ガウス分布の図、式と共に描かれていた。1989年のベルリンの壁崩壊まで、東ドイツで使われた100マルク紙幣には、マルクスの肖像画が描かれていた。紙幣の表面には、人物肖像が描かれることが多い。これは、人間が特に人間の顔に関しては、他の図像と異なりごくわずかな差異を識別できる性質を利用したもので、偽札防止技術の一つである。年齢別に見ると若者より、壮年から老年にかけての人物肖像が多いのも、同じ理由からで、単純にシワが多い方が肖像が複雑になり、偽造しにくくなるためである。また、女性の肖像が少ないのもそのためで、髭などがある方が肖像が複雑になるためである。紙幣に描かれる人物肖像は、君主制国家では、在世中の王侯君主、共和制国家では、英雄、偉人と評価されるかつての国家元首、政治家、軍人、探検家、または文化人と評価される作家、芸術家、思想家、教育者、技術者、研究者などの著名人が通例になっており、共和制国家の事例では多くは個人である。立憲君主制国家でも、君主以外の存命人物が紙幣の肖像になることは少ない。日本は君主国であるが、天皇の肖像を採用しないことになっており、共和制国家同様の人選となっている。紙幣肖像に誰を採用するかは、発行当事国により意図的に決められるため、フランスのナポレオン・ボナパルトや旧東ドイツのカール・マルクスのように発行当事国にとっては、評価に足る人物であっても、他国では、評価が一変し憎悪されている人物が選ばれることがある。日本銀行券の場合、C1000 円券に採用された伊藤博文がこれにあたる。また、紙幣肖像人物の陳例として、地域通貨ではあるが、かつてスイスの一地域で、犯罪者、それも贋札犯の肖像の入った紙幣が発行され、流通していたことがある。この贋札犯、公的には、犯罪者だが、現地では、通貨不足の折信用できる紙幣を発行して、地域経済を安定させた、という評価をされていたためである。日本においては、1946年に、大蔵省印刷局が、光明皇后、聖徳太子、貝原益賢、菅原道真、松方正義、板垣退助、木戸孝允、大久保利通、野口英世、渋沢栄一、岩倉智美、二宮尊徳、福沢諭吉、青木昆陽、夏目漱石、吉原茂俊、新井白石、井上忠敬、勝安坊、三条、耳の20人を紙幣の肖像候補としてリストアップしたことが確認されている。紙幣肖像は必ずしも記録写真や肖像画から忠実に版を起こすわけではない。ユーロ移行前のオランダで流通していたギルダー紙幣に描かれていた肖像はモダンアート風にかなりデフォルメされており、あたかも漫画のようであった。また、日本の2000円紙幣、フランスの50フラン紙幣には肖像を描かれた紫式部とアントワーヌ・ド・サンテグジュペリが作家である関係で作品に登場する架空人物も描かれている。さらに、無名庶民の肖像が採用される場合もあり、一例を挙げれば、かつて共産圏では、象徴的な意味から、少額紙幣に労働者の肖像が採用される例が多くあった。現在でも朝鮮民主主義人民共和国の50ウォン以下の紙幣は、そのようになっている。2010年現在、北朝鮮の100ウォン以上では、人物肖像は採用されておらず、最高額面の5000ウォン紙幣に金日成が採用されている。中華人民共和国にもかつてはそうした紙幣があったが、2010年現在、同国の人民元紙幣に採用される人物肖像はすべて毛沢東に統一されている。また、アフリカ諸国やオセアニアの島嶼国家にも無名庶民の肖像を記した紙幣がある。経済大国の通貨で、無名人物の肖像が採用されることは、まずないが、その例外として、旧西ドイツで1960年代初頭から1989年まで発行されていた第3次ドイツマルク紙幣がある。同紙幣は、かつてのファシズム体制の個人崇拝につながるとして、意図的に著名人の肖像の採用を避けていた。この時期のドイツマルク紙幣に描かれた人物肖像は、デューラーなどの作品からの採用が主で、例外なく無名の庶民で多くは、モデルの名前すらわかっていない。故に、ほとんどの西ドイツ国民は紙幣に描かれた人物が、どこの誰であるか全く知らなかった。5DM 紙幣に描かれた肖像は、デューラー作品からの採用であるが、版元となった作品は、若い、ベネツィア人と題されており、明らかに、ドイツ人ではなくその点でも異例である。なお 10DM、20DM 紙幣の肖像も、デューラー作品からの採用である。20DM、100DM、1000DM 紙幣に描かれた肖像は、モデルの名が判明しているが、どれもそれほど著名な人物とは言えない。50DM、500DM 紙幣の肖像については、モデルは、愚か作者が誰かすらわかっていない。しかしこの紙幣はあまり評判が良くなかったらしく、1990年からの第4次ドイツマルク紙幣では、ドイツの著名人物肖像が採用されている。また、日本統治下の朝鮮半島で採用されていた、朝鮮銀行券のうち1915年に発行された1円、5円、10円券の肖像は、白髭の老人像であったが、モデルは、日本人とも朝鮮人とも判明しておらず、日朝双方で都合よく解釈していたのではと言われている。存命人物の肖像が採用される例は、君主制国家の財政王公君主以外では、まずないが、独裁国家では存命中の独裁者が、紙幣に自らの肖像を載せている例がよくある。アメリカのドル紙幣も、上記の例に漏れず、肖像には、個人となった合衆国の歴代の大統領が多く用いられている。そのため、スラングで、デッドプレジデントと呼ばれることもある。一般的には、額面が高額になるほど、そこに描かれる肖像もその名声が評価されている人物が選ばれるが、アメリカのドル紙幣では、多くの人の目に触れるという理由から、あえて建国の父、ジョージ・ワシントンの肖像を最低額の1ドル紙幣に採用している。この1ドル紙幣は、ほぼ毎年その発行枚数が世界一を記録している。これは同国にチップの習慣など、少額紙幣の需要があるからである。過去も含め、現在世界で最も多くの国家の紙幣に記されている肖像は、現イギリス女王のエリザベス2世である。彼女は即位以降、ほぼすべての年代の肖像が揃っているという点でも異例である。エリザベス2世以外で複数の国家の紙幣にその肖像が載った人物としては、旧共産圏国家のマルクス、エンゲルス、レーニン、アメリカ大陸国家におけるコロンブスなどが挙げられる。自国以外で紙幣の肖像になった例として、日本の財界人、銀行家の渋沢栄一は、日本の紙幣の肖像には採用されていないが、経営していた第一銀行の第一銀行券が、大韓帝国の紙幣として使用されていた際に、第一銀行券の肖像になっている。女性の肖像が、日本銀行券の表に、初めて登場したのは、樋口一葉像の E5000 円券だが、日本の紙幣に登場した、女性肖像の最初の例は、1881年から1883年にかけて発行された改造紙幣に採用された神宮皇后である。なおこの肖像は神宮皇后の肖像が残っていないため当時を雇い外国人で来日していた画家エドワルド・キヨッソーネにより創作されたものであり、印刷工場で働いていた女中をモデルにしたと言われている。日本の戦前の紙幣には神宮皇后の他にも、竹内宿女、和気清麿、藤原鎌足などが採用されたが、いずれも、写真や肖像画が残っていない人物であるため、清宗根は、日本史で各人の事跡や人物を研究し、風貌を脳裏に描いてから、それに似合う、実在の人物を探して、モデルにして描いたという。日本で1984年まで発行されていた C1 万円券。C5000 円券はともに、聖徳太子の肖像で使われている肖像画も同じ絵であった。ただし肖像が印刷されている場所は異なっている。複数種の紙幣に同じ人物が載っている例自体はさほど珍しくないが、C1000 円券は伊藤博文、C500 円券は岩倉具視で、複数の紙幣のうち2種類だけが同じ人物の肖像だった。王室が深く崇敬されている、タイ王国では、刑務所に収監されている囚人に現金を渡すことは、不敬とされ罪に問われる。理由は、同国のバーツ紙幣や硬貨に、国王の肖像が記されているからで、囚人に渡すことは、間接的とはいえ国王を牢屋へ入れることになるからで、ある。北朝鮮でも、扱いによっては不敬とされるため金一世の5000ウォン。紙幣はほとんど一般に流通していない。紙幣の収集は貨幣収集の一環として行われることが多い。ただ、日本の特有の事情であるが、といった不人気要素があり、さらに以下は諸外国と共通するが、などの理由で、日本ではコイン収集家ほど多くの収集家がいないのが現状である。ただし、諸外国では多数発行される記念紙幣を中心として収集家は多く、特にインフレ紙幣は法定通貨としての期限が切れ、ただの紙切れになると備品が格安の価格で入手できるため逆にハードルが低いと人気で、アメリカ合衆国では専門誌も発行されるほどである。日本では紙幣の収集は主に AA券や番号のゾロ目や並び目にはプレミアムがつく場合があるので、こういった番号の珍しい紙幣を集める人が多い。また、外国紙幣の場合は、切手と同様に図案で集めるトピカル収集を行う人が多いが、もっと専門的になると、大蔵大臣や発見局長のサイン別に集めるというようなことも行われている。また、版のズレや裁断不良といった印刷ミスが生じたエラー品は、本来は品質検査では練られるべきものであるだけに、これが市場に流通した場合は珍重される傾向にある。いずれにせよ紙幣は、金貨や銀貨といった貴金属硬貨の収集とは異なり、切手同様紙である点が、初心者にはリスクが多く敬遠されるゆえんである。したがって、おのずと貨幣価値の保証されている、現行紙幣の珍番号収集に向かう傾向がある。紙幣のグレードは、硬貨とおおむね同じ名称で、折り目や汚れ等の程度から、次のような名称が用いられている。麻薬などの薬物を吸引する際の道具として紙幣が用いられることが多い。アメリカでは、国内で流通している紙幣の多くが、薬物に汚染されているとする調査結果がある。新型コロナウイルス感染症の流行の際には、紙幣が新型ウイルスの感染源になるとして、複数の国で消毒が試みられた。中国では、中国人民銀行が回収した紙幣を、紫外線、または高温で消毒して、密封。地域ごとの感染の深刻度に応じて7から14日間保管した上で再び流通させることとした。アメリカでも連邦準備制度理事会がアジアから戻ってきたドル紙幣を7から10日間隔離する検疫を行った。韓国では市民が電子レンジで紙幣を加熱し消毒を試みて焼損する事例が続出した。なお、電子レンジによる殺菌作用は確認されていない。アメリカのドル紙幣は、裏面の色から、グリーンバックスと呼ばれているが、かつて発行されていた、金証券は、裏が黄色で金貨の絵が描かれていたことから、イエローバックスと呼ばれていた。ユーロ通貨は、コインは、各国で様々なデザインのものが流通しているが、紙幣は、同じデザインである。しかし紙幣についている、記号番号の先頭のアルファベット文字で発行国がわかるようになっている。どの通貨も普通発券銀行は中央銀行1行のみであり、他に通貨発行権を持つ銀行があっても、ユーロ紙幣のようにデザインは普通統一されている。イギリスのスコットランド銀行とイングランド銀行のように、一国内で異なるデザインの紙幣を発行している例も稀にはあるが、この場合も、流通地域を変えているためそう大きな問題にはならない。しかし、イギリス領だった香港には、歴史的経緯から全く同じ地域に発券銀行が4行も存在し、しかもどこもが互いに全く異なる独自のデザインの紙幣を発行し、そのどれもが香港ドルの新券として市中を流通していた。さらに各行ごとにその贋札も多く出回ったので、結果として、香港では、贋札鑑別技術が著しく発達した。中華人民共和国に返還され、特別行政区となった2009年現在、4行だった。発券銀行は3行に減ったがこの辺の事情は変わっていない。1927年に発行された日本の200円札は、裏が印刷されておらず、表にも肖像がなかった。金融恐慌収集のために急遽製造が決定したことによる。ありがとうございます。